リプレイ佐賀公演のフィナーレで羽生結弦さんがついつい口にしてしまったある言葉を皆さん覚えていますか？羽生さん自身は発しないよう気をつけているようですが、ファンの方々の癒しとなっており、海外ファンの方々にも大好評となっているようです。その言葉とは、よいしょ。この言葉は羽生さんの口癖となっているようで、佐賀公演2日目の MC では「よいしょ、あ、よいしょって言っちゃった」と恥ずかしそうに舌を向きながら移動すると、そのあまりの可愛さに会場や配信などで見ていた方々は大興奮。これを見た方々からは、これまでも「よいしょ」を聞いてきたけど、佐賀で聞いた時にあれほどの衝撃があったことに我ながらびっくりしてるよ。なんで羽生くんの「よいしょ」を聞くとこんなにも癒されるのだろうか、などといったコメントが寄せられ続けています。またこの可愛さは海外のファンの方々にもしっかり伝わっているようで、日本語がよくわからなくて、日本のファンにゆずの「よいしょ」の可愛さを聞いたら、その説明すらも可愛すぎて嬉しくなった、など言語の壁を越え、羽生さんの「よいしょ」が愛されているようです。長年のファンの方々はこの羽生さんから発せられる「よいしょ」に癒し効果があることをご存知だったようで、羽生さんの「よいしょ」画像や動画が SNS に数多く投稿されており、そのどれもが羽生さんの二次元味あふれる姿と演技中の姿とのギャップを生んでいるようでした。中でも大人気となっているのが、競技時代から羽生さんの体を支え続けてきてくれた味の素が配信している動画、羽生さんがエプロンをつけ小さなおにぎりを作る動画なのですが、タイムリーに佐賀公演直後に再投稿されると、瞬く間にファンの方々の間で話題に。この動画の中で羽生さんはご飯を混ぜたり、ラップでご飯を握ったりするタイミングで聞こえないほどの「よいしょ」を連発しており、佐賀公演のあの衝撃的な可愛さが思い出されるこの過去の動画は、20万回近く再生される大人気動画となっているようでした。羽生さんがついつい口にしてしまうこの「よいしょ」という言葉には、実は脳科学的に効果があるそうで、あるサイトでは思考、創造性、実行機能などを司る前頭前野は、動作時に頭で考えるため、掛け声は余計な思考を減らし、運動パフォーマンスが発揮しやすくなる。体が覚えるほど熟練した運動は、小脳による運動の自動化から来るため、掛け声は小脳の働きを活性化し、無意識的に運動しやすくなり、結果的にパフォーマンスが向上するとのこと。この効果もあってか、気兼ねなく口にする羽生さんの姿を期待しているようでした。この可愛く癒し効果を多分に含みつつ、羽生さん自身のパフォーマンス向上が期待できる魔法の言葉である「よいしょ」が、次はいつ聞かれるのか、ファンの方々の密かな楽しみとなっているようです。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。くんが「よいしょ」って言ってから挫折する姿があまりにも可愛すぎて癒される。日本語がよくわからなくて、日本のファンにゆずの「よいしょ」の可愛さを聞いたら、その説明すらも可愛すぎて嬉しくなった。これまで気にしたことなかったけど、これ絶対羽生くんの口癖になってるね。これまでも「よいしょ」を聞いてきたけど、佐賀で聞いた時にあれほどの衝撃があったことに我ながらびっくりしてるよ。ついつい「よいしょ」って言ってしまう素の羽生くんがみんな大好きなんだよね。いろんな動画でも「よいしょ」が漏れ出してるけど、それを探すのも楽しい。佐賀2日目のあの言葉を聞いてしまってから、
羽生くんのよいしょないかなと動画を漁る私。佐賀公園の後からよいしょと声に出すと、寒くても起きれるようになりました。羽生くん、褒めて褒めて。多分意識して言っているわけじゃなくて、29歳の男子がついついポロってこぼしてしまうあの衝撃的なよいしょが最高。横浜公園でもぜひお願いします。羽生くん、シアプラでもよいしょよいしょ言ってたけど、味の素さんの動画の中のよいしょも可愛かった。味の素勝ち飯動画パワーボールの作り方で、羽生さんはよいしょを4回言ってくれてた。いや、もっと言ってるかもしれない。羽生さんがよいしょよいしょとつぶやきながらご飯を混ぜている、そんな味の素さんの動画に日々の癒しを頂戴しています。よいしょは科学的に効果があるんだね。羽生くん、遠慮なくよいしょたくさん言ってね。羽生くん、脳科学的に良しとされてるならよいしょは言い続けなくちゃね。ファンのみんなも期待しまくってます。羽生くんが言ってたよいしょ、科学的にも効果があるのなら私もこれからどんどん使わなきゃ。でもあんなに可愛くは無理。羽生さんが発するよいしょはこの国の合言葉に認定いたしました。この世には2種類のよいしょが存在していて、羽生くんのよいしょとそれ以外のよいしょなのです。なんで羽生くんのよいしょを聞くとこんなにも癒されるのだろうか。まさに心の栄養剤となっていて、これからは気になって仕方ない。